労働集約型のお仕事をというあの仕事をされていらっしゃる御社が、うん、その一般的な労働集約型の企業のイメージを覆すような、うん、マーケティング戦略やプロモーション戦略のような、うん、ちょっとユニークなことをです、ねうん、されていらっしゃるのが私、すごい関心を持って、えー、見させていただいているんですが、うん、そのあたりの考え方やどんな実践をしてきたか話をぜひ聞かせていただけませんか。あ 我が社のようないわゆるその技術系の、うんえー、いわゆる B2B の、うん、企業は一般的にはマーケティング活動だとか、うん、その中でもプロモーション活動っていうのがあ,のあまり積極的でないというか活発に行われてない会社が多いんじゃないかなと思いますけれどもこれからの時代は えっと我々のようなあの事業を行っているものでも、うん、このマーケティング活動だとかプロモーション活動をもっと積極的にやる必要があるなと僕は思っています。なぜならば自分たちのやってる姿をやっぱりもっと見てもらう、うん、ということでですね、やっぱりこう自分たちの、うん 存在価値っていうものを、はい、もっともっと自分たちが、うん、あのなんていうかな自覚してもらうというか見てもらうことによって自分たちの存在価値を自覚するそ<う>社員さんがそう、うん、人はみんな認められたいと思ってるんですよねだから自分たちの仕事をもっと本当は 認めててほしい見てもらいたいと思ってるはずなんですねところが我々のような仕事っていうのは実際は黒子のような仕事で、はいえー、エンドユーザーさんに見てもらうことはほとんどありませんし、はいえー、階層的な下請け構造になってるんで、はい、直近の元請けさんには見てもらっても、はい、その上の あの業者さんさんらにその上の業者さんには同じ仕事をやっても我々の存在すら意識されてないということも多いわけですね。うんうん、だけどそうではなくてですねやっぱりこうお互いが認め合うっていうものを大切にするには、うん、やっぱり我々が何をやってるの仕事なのかということをやっぱりも,うあのもっともっと知らせていくような。うん そういったところにもその価値を見出すっていうその何て言うかな感性っていうのが、はい、我々にはもっと求められてもいいんじゃないかなかっていうふうに思ってるわけですね。にその今胸にというですね、はい、マークが入ってます。これは、えー、実は実ハハイイテックのという,うメッセージだったりですねですあるいはこちら、はい、この T シャツの話なんかぜひちょっと社長があの説明していただきたいんですが。<laughs> はい そうですそうですあのやっぱりそのプロモーション活動をやる上においてそのブランディングっていうものをやっぱり現場で働く人たちも勉強しようよということで去年1年間ブランディングについての勉強会をやったわけですねそしてその中で街中でも着れる T シャツをまず作ってみようということでできたのがこの T シャツですで普通の人が見たら このガス管って書いてあるのも、うん、この旧ハイテクを意味する981っていうのを見ても、うん、普通の,あのデザインの一部としてしか捉えられないんで、このデザインがかっこいいかどうかっていう判断だけだんです、ねだけうん。確かに。会社のロゴマークとか思わないですね。 これを会社の T シャツ作ろうとなると多くの会社はロゴ会社のロゴマークをつけちゃうんだけどそれでだと社員さんはなんとなくモチベーション上がらなないんですね、うん、なんとなくやらされ感があるし、はい、遊び心ないしこれだとあの遊び心あるし、はい、街中でも普通に来ていけるし。 うん、そしてあの我が社の場合、えー、あのそれで少しあの遊び心とは何ぞやっていうのを覚えましたんで<ー>じゃあこれをみんなで来ていって、はいえー、海岸の清掃活動をやってみようやとかあるいは大堀公園の掃除あの清掃活動に行ってみようとかそういうそのボランティア活動というのは今までなかったんだけれども<ー>そういったものを企画して、はい、でこれを着てみんなで参加しようよってそういうその機運も生まれたんですね。 非常にいい効果だなと思ってるわけですねそれからこの「スイング・ザ・バット」っていうですね、はい、こ,のこの T シャツにもなまたストーリーがくっついてると伺いましたこれですね、はい、これは今年のスローガンなんですね。あのスイング・ザ・バットって、まあ、バットを振ろうなんですけどもこれはもう少しちょっと意味を加えて、うん、考える前に行動しようと考える前にバットを振ろうというふうなあの意味合いで「スイング・ザ・バット」というふうな形で。はいはい こういうふうにあの、まあ、T シャツ今年の T シャツということで背中には981って入れてですね入れたわけですね。でこれを まあ、あのこれももう遊び心の一つで、はい、そしてそれをお客様に、あのあの決起大会とか、はい、まあそういった場所で、はい、あの普段皆さん、スーツ姿でいらっしゃるんだけれども、はい、我が社のメンバーだけはこれを着ていって。えサ,イガス全サイブガスさんの取引業者の決起大会あそうですね、えー、普通は全,全取引先がスーツで来る中で、q、はい、ハイテクさんの軍団だけはこの T シャツで来てるそうですそそそうううででですすスーツ着てないす だからそ,そこに小さなチャレンジなんだけれどもやっぱりその、えー、と既存の,あの価値観をあの自分たちであの壊していくとか新しいものにチャレンジしていくとか。 ほんの小さなことなんだけどそういうことの積み重ねがやっぱりあの仕事によってはあの新しいお客さんに向き合っていこうとか新しい市場に向き合っていこうとかそういうふうな要するにトレーニングになると思うんですよね。 まあ,ある種、目につくわけですから人から見られるっていう普段なかなか目につかない B2B の企業が世間様からある種一目置かれるとか認められるというところにもそれがやっぱりお客様の反応を見て<ー>ああ、なるほどそういうことかっていうことがみんなが分かるんですね、はい、最初はやっぱりどういう結果になるか分からない状態だと人はみんな不安になるんですね。確かに で不安になるからやらないという方向に、うん、あるいは、えっと他の人たちと同じようにやろうというふうに同調圧力がかかっちゃうんですよ。でこれだと新しいものはできないんですよね。よねはい、そうではなくてやっぱりあっと驚かせるっていうことを楽しもうよとか、うん、そういう遊び心であのチャレンジしていけばですね、うん、で出てきた成果に対してあやっぱりそういうことかと、うん、やっぱり。 え、何でもあの未知のものにチャレンジしていかんといかんよね、うん、というふうなことが分かるわけですよね。なるほど。うん、チャレンジ精神が歓喜されてくるわけですね。そうそうそうすると。 あのチャレンジ精神を発揮して新しいお客さんにあの向き合っていかない,といかんよとか、はい、あの市場開拓せない,といかんよってそれ一辺倒だとですね、モチベーション上がんないでもこういう実体験があると、うん、あ自分の中であチャレンジしてみようかなという動機が湧いてくると。そうです。 で実際、ですねこういうみんながスーツ、皆さん、すべての業者がスーツの中で T シャツを着ていくと、なんか怒られちゃうんじゃないかとかですね、そういう恐れもやっぱり、ね、僕自身もあります。ありました。実際に反応、どうだったんでしょうか、その細部ガスさんという、いわゆる元請けの、発注,発注側の細部、えー、ガスさんからの見立てとか、うん、その怒られたりしなかったんでしょうかいやいや、もう全然そんなことあり,、うん、ありません。やっぱり あのそういう価値をあのきちっと理解していただいて、はい、あのやっぱりこういうことをやっぱりあのもっとあの積極的に取り入れていかないといけないよね、うん、と、はい、我々がやらなければいけないことはまず安全第一で決められた企画に従って、うん、きちっとしたあのお客様にその安,全をあの安心を提供するような仕事をやらないといけないんだけれども。 やっぱそれを育んでいくのはこういうそのチャレンジ精神だとか遊び心とかそういったことを理解していただいたんじゃないかなというふうに思いますね、うん。